にちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。中東の旅を終えて東アフリカの旅が始まります。はじめはエチオピアからです。イスラエルのテルアビブからエチオピアのアディスアベバに移動し、新しい冒険が始まります。イスラエルとエチオピアの位置関係です。それではどうぞ。5月29日二日酔いです。禁酒が解けたからといって飲みすぎでした。エチオピア行きの飛行機をキャンセルするわけにもいかず、ヘロヘロですが準備します。本当は駅まで歩いて電車の予定が、タクシーにせざるを得ません。写真のドイツ人の紳士も空港なのでご一緒させていただきます。その紳士、タクシー代は会社の経費で落ちるからと代金は受け取りませんでした。6時半にベン・グリオン空港到着です。私は10時の飛行機ですが、紳士はなんと8時だと言います。ガイドブックによると出国に時間がかかるので、遅くとも3時間前には空港に行くようにとの案内に従っての行動です。エチオピアのアディスアベバ行きは予定通り10時です。エチオピア航空のカウンターにはエチオピアの人が並んできました。空いていたせいもあるのでしょうが、7時過ぎには全て終了して搭乗口に向かうだけとなりました。拍子抜けです。もちろんセキュリティチェックでいろいろ聞かれますが、入国時ほどではありません。スーツケースを開けられることもありませんでした。でもまあ余裕を持った行動が大切です。入出国にイスラエルはパスポートにスタンプを押しません。カードを渡されます。最後の出国は機械にパスポートをかざして取得するという簡単なものでした。シェケルが余っています。ドルをゲットできました。嬉しいことです。時間があるので軽食をとります。二日酔いもだいぶ収まってきました。コーヒーを間違ってエスプレッソを注文してしまいました。水で希釈しながら飲むことになりました。新しい旅が始まります。南関のイラン、イスラエルを終了したので、あとは楽勝でしょうか。せっかく窓席にしたのに残念な状態です。アムハラ語が一気に別世界へと誘います。前席のわずかな隙間から取るしかありません。飛行機は一旦地中海に出ます。軽食が出ます。エジプトからスーダンの上空を飛びます。国際線なのでしょうか。昼食が出ました。そろそろアディスアベバです。約4時間半の空の旅でした。イスラエルとエチオピアの位置関係です。エチオピア入国ですが、ビザが必要です。日本で E ビザを取得していました。でも入国審査もスタンプも押されることなく外に出れてしまいました。そんなものでしょうか。そんなものではありません。明日大変なことになります。空港での迎えは異国の地で心強い。エチオピア、ホテルが無料で送迎サービスをしているところが多く助かります。チップは必要です。まず現金です。クレジットカードがほとんど使えない
というので余分に引き出します。100ブルがだいたい400円です。大勢乗るのかと思いきや私だけです。エチオピアはこの時期オフシーズンだそうです。天候は勝負の時期です。国際空港の前の通りだというのに道はガタガタです。市街に入ってきました。ホテル到着です。小ざっぱりとした部屋です。窓からは学校の校庭が見えます。街歩きに出ますが、ホテルの前の通りはこんなんです。ホテルそのものは立派な建物です。ホテルの人に治安状況を聞きますが、大丈夫との返事です。ただチャイナと声をかけられますが無視します。でもそれが続くと鬱陶しい。バス通りを西に歩きます。外国人らしき人は私だけです。シーズンオフですし、ここら辺りに外国人は来ないのかもしれません。なのでちょっと不安です。聖ギオルギス教会に来ましたが、ここから先写真ダメと言われます。アディスアベバの地図です。そこで雨になりました。30分くらい雨宿りします。小雨になったのでホテルに戻りましょう。スコール的に降る雨なので道がすぐ冠水します。ホテルの前にあるバラック小屋みたいなところで水を買います。6ブルです。ホテルに戻ります。ホテルのレストランで食事にします。ビールは軽く1杯だけにします。肉は固めですが美味しくいただきます。いかがでしたか？中東から日本に帰るのではなくアフリカに来ちゃいました。明日はゴンダールです。ご視聴ありがとうございました。